衛生塾のつゆぎです。ジャニーズ第6回、今日は木村拓哉君、通称キムタクね、彼のこれからどういう感じで役者として俳優として、俳優なんだけどね、進むで、ちょっと下がっていくっていう下降線、クエスチョンマークつけたけど断定はできないってで、木村拓哉君のこれからの俳優としての進路、ちょっと下降線、疑問をつけてね、うん、前回、前々回だっけな、彼は俳優であって役者でないって言ったね。自分の個性とか魅力っていうのを殺しちゃうと、むしろ演技が光らないんだよ。だから今すごく苦悶状態、葛藤してる、その典型がこれね、フジテレビ開局60周年記念かな、表情ってやったね、警察官学校の教官役だっけ、ほとんど笑わなくて厳しい教官役ね、ああいうものにチャレンジしたけど、フジテレビはそもそも民放の中で一番落ち目の民放局なんだよ。そこに木村拓哉君に救いの、助けてくれっていう、日曜と月曜日かな、2日にわたってシリアスなドラマやったけど、いまいちだね。あの役は別に木村拓哉以外の人がやったら想像だけど、もっと深みが出たと。だからここが役者じゃない一つの勝負、はっきりと。あの教官役って木村拓哉以外の方が、あの人あの人あの人って言ってたら素人だから、素人の空想妄想、ある程度キャスティングやったらもっといいのできたなって。もう結局木村拓哉君にこのちょっとシリアスもの合わないの、ああいう、まあ、ちょっとこれ落ちるね。日産の CM ね、やっちゃえ日産ってやってるね、あの矢沢永吉さんの次の後側に日産も落ちるんだよね。なんかこれ運命的なものをこじつけだけど感じるね。フジテレビの表情、もうフジテレビがちょっとか、もう落ち目の民放だからね。と日産、これもゴーンさん追放してごたごたやって落ち目だよね。そこに木村拓哉君が両方リンクしてるね。だから落ち目かなっていう。やっぱりね、殻って破れないんだ、俳優の。だああいうシリアスものってやっても、時代劇やってももう限界来てんね。だ木村拓哉君がスマップをが解散して一人になったね。そうしたら急にマツコデラックスが登場したね。あれ多分スマップの中のイケメンのかっこいいの象徴がキムタクだったはずなんだよ。そこに同じ千葉県の高校生で同じ校舎の中にいた、これは多分知ってる人は知ってたんだよ。それをカミングアウトしたね。あれはそれ以前絶対にテレビの中でも触れることもないし、もちろん同じ番組に出ることもないし、両者は暗黙の了解のもの触れなかったから、ね、イメージ壊れるから。しかしスマップが解散した途端にソロになったね。急にマツコと一緒に出る番組やったら多くなったね。多分木村拓哉君も2枚目路線から3枚目路線に行かざるを得ないって。そこに生き残る一つの方策を探ったからマツコと共演遠くなったね。昔だったら絶対にダブルキャスティング出なかったらいいの、バラエティで。で次いくよ。石原裕次郎さんって、まあ君たちのおじいちゃんぐらいの世代、かっこよかったんだよ。彼は役者じゃない、俳優なの。前回前々回も言ってた、刑事のボス役なんだね。太陽に吠えろにした、西部警察にした、ちょこっと最後出て渡哲也さんの上司として最後の場面にちょっと登場して貫禄見せるだけ。だから石原裕次郎は晩年刑事のボス役であと見たことないんだね。だからそこの俳優としてのカリスマ性をさらに最後の10分とか最初の5分出てそれで終わりみたいな。もちろんプロダクションの石原プロモーションの社長だからもうそんなの必要ないんだけども、一応石原裕次郎限界。それに対して高倉健さん、ね、同じ俳優なんだよ、スターなんだよ。
ね、こっちは薬剤映画とかいろんな感じでもうかっこよかった。あっちもかっこよかった。じゃあ高倉健さんはなんていうかな、後半戦、うん、山田洋次監督の先生が中学生ぐらいだったかな、うん、幸せの黄色いハンカチ、あそこで役者に変わったんだよ、はっきりと。その後ポッポ屋とね、広瀬涼子のお父さんやポッポ屋とかね、あとはちょっと八甲田山の死の方向とか、もう高倉健さんは俳優なんだけども俳優の残像を残しながら役者もやったんだよ。裕次郎さんそこできないんだよ、やっぱり。この高倉健さんがまさに木村拓哉君が目指してんだけど、まあ先生の僕の個人的な感想は無理だね、やっぱり、はっきり言うと、うん、役が本当にね、見てるとうまいっていう感じじゃないんだよ、やっぱり、うん、もう宮本武蔵の10年前のテレビ朝日のキムタクの見たけど、もう人間的な深みが出ないんだよ。だから表情も人間的な深みがいまいちで、そこがいまいち。逆にスマップの中居君とか、うん、草薙君とか極端な他のメンバーにこの表情の主役やしたら意外にっていう、やっぱりスター俳優がこういうシリアスものやっても浮いて全然物にならない、うん、だからこれ今木村君がこうちょっと落ち目でね、フジテレビ落ち目でね、なんかこれ因縁めいたものがなんとなく感じたんで、今回のジャニーズ第6回に入れました。なんか君たちどう思うかな。じゃあ今日はそこまでです。